アリアッチオリジネーションドラマ CD テーマトークキャストクレジットを始めます。これはキャストの皆さんにテーマに沿ったコメントをしていただくコーナーです。皆さん準備はいかがですか？今回もバッチリですさてさて、ドラマ CD の3巻ではたくさんの花が登場しました。ねりね、すみれ、すずらん、いいの黙っといて、とっても綺麗な花ばかりでしたね。というわけで今回のテーマはストレートにあなたの好きな花です。お花に詳しくない人にはでっかい難しい問題ですね。別に他の人と被ってもいいのよ。まあそのお花に関する素敵なエピソードなんかあったらよりいいけどね。と、愛花ちゃんがハードルを上げたところで張り切っていってみましょうテーマトークスタート。はい、水無しあかり役の葉月えりのです。はい、今回も皆様お疲れ様でした。私の好きな花は、お花は本当に好きで何でもあるので、ここであげるのはちょっと難しいなと思うんですけども、あえて出すなら、カタクリの花。カタクリ出そうと思います。山に咲いてる。スミレみたいな。そうだ、そうです、そうです。そうだ。実物を、ずっとこう本とか雑誌とかの写真でしか見たことがなかったんですけど、ハイキングに行った時に本当に山のこう、なんでもないところにポッと咲いてるのを見て、実物見た時に本当に感激して、はい、それ以来、ちょっとお気に入りになりました。はい。高山植物。そうですね、高山植物ですね。はい。季節があるので、こう、いつでも見えるわけじゃないんですけども、山に行った際にはぜひ見つけてみてください。はい。以上です。続いて、アリシャさんです。はい、皆さんお疲れ様でした。アリシア・フローレンス役の大原さやかです。私の好きな花は、桜です。はい。やっぱり、日本人らしくということで。薄紫の藤井の花とか、真っ白な雪柳とか、その季節感を感じられる花が好きなんですね。あと、こう、なんだろうな、香りで存在感を出す花とか、人長毛とか、金木犀とか。だけど、桜だけなんですよ。こう、見てると、じーんとして泣けてきちゃうお花っていうのが。うん、だ切り花も何でも、食虫植物でも何でも、基本的に何でも好きなんですけど、やっぱり最後に落ち着くのは桜かなって思っています。はい。周りの雑音は、一切スルーします。ということで、次、有吉社長お願いします。わー皆さんもお疲れ様でした。アリア社長役の西村ちなみです。好きな花、結構、いろいろありますけど、私、霞草好きです。結構、なんだろう。メインの花を支える花なんだけど、霞草だけの花束とかを好きでよく買ったりします。で、人にもそれだけの花束をあげたりするぐらい、結構なんか、ああいうちっちゃい花だけで集まるとすごい可愛いなと思うので、好きです。はい、以上でーす。皆様お疲れ様でしたー。愛花役の斉藤千和です。私はひまわりが一番好きです。でも、ひまわりって、外に咲いてるのは茎がすごく太くてしっかりしてるんですけど、割とお花屋さんで売ってるやつって茎が細くて、ある時急に3日後ぐらいにボコって折れるので、ちょっとそれが、あ、来るかなって思うと、支える用のセロテープを巻いて、こう補強したりとかしますけど、季節物なので、夏場ちょっとぐらいまでしか、楽しめませんが、ひまわりが一番好きです。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。暗くないです。アリス役の広橋亮です。好きな花は、いろいろあるんですけど、睡蓮の花が、ハスの花が好きです。なぜかというと、うちの裏のなんか池みたいなとこに咲いていて、ものすごい藻が張っていて、何の植物も他には生えなそうなのに、毎年ちゃんと咲いてくれる睡蓮がすごく好きでした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。アキラ・イ・フェラーリ・ミナガジュンコでございます。お疲れ様です。結構的には、オーソドックスですが、やっぱりアキラとしてはバラということで、はい、バラはやっぱり素敵ですね。以上です。
アテナ役の川上智子です。お疲れ様でした。私も好きな花はバラなんですけれども、それじゃ一緒なので、育てるのが好きなのは、チューリップ。です。なんで好きかは、花がバッて咲くまで、なんだかわかんない、色が。球根だけだと、ま、売ってるので、こう何が咲きますっていう風に売ってるけど、私はそれだとつまんないので、いろんな色が混ざった球根を買ってきて、何色が出るだろう今度はって楽しみにするのが好きです。はい。チューリップいいですよ。でも散るときにバッて一気に散って、なんかこう指揮棒みたいになっちゃう。そこがちょっと寂しいんですけどね。はい。ということでお疲れ様でした。赤月。赤月。赤月ん、野島博文です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕は、花自体は好きで、よくは、やっぱ職業ら、花をもらうこと多いじゃないですか。その時はもう必ず全部持って帰って家で飾ってるぐらい好きなんですけど、びっくりするぐらい花の名前を知らない。いっぱいもらっても全部何が何ていう名前なのかさっぱりわからない。ですが、強いて言うならば、僕、香りが好きなんで、カモミールの花。あ、あの香りが大好きで、紅茶にしても美味しいし、好きですね。昔僕、山奥に住んでた時に、カモミールが庭に生えてて、風が吹いてくるとカモミールの香りが部屋に入ってくるっていうのがすごい、すごい良かったんで、カモミールの花が好きです。ありがとうございました。まあ社長、今日はまあ社長、そして人号を話しました。謎の占い師もやりました。渡辺明乃でーす。僕はバラが好きです。似合う。マジ？ありがとう。でもなんか青いバラはどうやら自然発生というかああいうのはできないらしく、これから先生きていく中で青いバラがピョって生えるようになったらいいなと思います。以上です。アスタ役の宮下英二です。お疲れ様でした。好きな花なんですが、強いて言うならラベンダー。おー。なぜかというと、自分の家のトイレの芳香剤がラベンダーで、トイレにいるとすごく落ち着くからです。というわけでラベンダー最高。以上、お疲れ様でした。青い役の佐久間久美です。どうもありがとうございました。お疲れ様です。好きな花は本当にいっぱいあるんですけど、中でも一番好きなのが、金木犀がすごく好きで、秋に、香りが、なんか、トイレじゃないですよ。私はもっといい話します。いい話します。ちょうど秋に金木犀って10月に咲くと思うんですけど、高校時代に演劇部みたいなことをやってて、で、文化祭の発表ですごくこう、部活をまとめるのがうまくいかなくて、すっごく落ち込んでる時に、朝、道を歩いてたら、ファーッと金木犀の香りがして、急になんか心がふっと軽くなって、あ、私もうちょっと頑張れるかもって思った思い出があって、それからすごく金木犀がより好きになったという、いい話でしょ？というわけで、アリアという素敵な作品に出演できて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。おじさんをやりました、武藤義則です。好きな花。コスモスですね。私も、うちの妻も、写真を撮るのが趣味でして。で、近所に結構広い面積の一面のコスモス畑みたいなのがありまして、ああじゃない、こうじゃない言いながら撮影してます。これがまあ、夫婦円満の秘訣かなと。そのように感じております。いい話だ。どうも、ご清聴ありがとうございます。おばさん役の峰敦子です、どうもどうも今日はありがとうございました。ほのぼのとしたお話でいいですね。じゃあ現実的な話にしましょう。ね、ナスタチウムって知ってます？金蓮花とも言うんだけど、あれはね育てやすいの。
でね、赤と黄色とオレンジとかね、いろんな花があるんだけれどもね、あの種ができるでしょ、すごくいっぱいできるので、その年のうちにポロッと落っこちるとまた出てくるの。いまだにうちのテラスに咲いてますけどね、葉っぱが食べられるのよ。そう、野菜になるの。いいでしょう。何かの折にはねえ、テラスに行って食べな、もう主婦代表ということでどうもありがとうございました。ということで、愛ちゃんですよ、三橋です。みんなが何の花を好きかということをずっと聞いていてメモってみたんですが、これを見て思うこと、自分に似てる花が好きですね、皆さん。そう思いませんか？いや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 、いやだ、もうお世辞とかじゃなく、いや本当なんかね、イメージに合うお花が好きなんだなぁと思い、いやすごいすごいぴったりだと思いますよ、皆さん。でまあそんな私なんですが、まあ出ていたバラ好きですね。あとタンポポ。すごい、そんで、みんな自分に似てるから、私も自分のって思ったらなくて、すごいなくて、いや、多分ね、一番好きなのはバラなんですよ。バラの花がすごい好きで、以前すごい大きなバラの花束をいただいた時に持って帰れず、自分と同じぐらいの大きさがあった。そんで、全部頭だけ切って持って帰ったっていう、なんか、切ない思い出が、あるんですが、いやー不思議なもんですね。次にこういうことを言う機会があったら、これが私だと思えるような花を探しておきたいなと思います。というところで、はい、ありがとうございました。はい、皆様楽しいお話をありがとうございました。さて、アリアチオリジネーションのドラマ CD は今回でおしまいです。はい、寂しいけど、きっとまたどこかで会えると思うから、その日まで元気でね。バイバーイ。バイバーイ。